秀なアドバイザー前入りのお片付けスイッチを。はい、まだまだ。まだレコードボタン押せないから、ちょっと待って。あ、押せた。はい、どうぞ。押せた？いいよ。はい。整理手のアドバイザー前のお片付けスイッチ。おはい。今日はね、16回目。よろしくお願いします。よろしく。はい。なんかね、なんかカメラ近いね。カメラ近くない？なんか気のせいかな。なんか近いってことなんかポジション変わった？なんか変な感じ。はい、今日はね、青木さんにね、じゃあね、青木さんでもね、なんかね、ちょっとね、変わってるからね。何？物持ちがちょっとね、何してほしいの？違ったりするんだけど。言って言って。え？だってさ、どうかな。男の人と同じでも物持ちで結構違うんだよね、はい、うん。女の人の方が比較的多い傾向にはある。ただコレクション壁は男の人の方が実は多いって言われてる。そう、うん、コレクション壁って男性の方がこうなんか凝ると集めたくなっちゃうっていうのって、うん、実はもう何そういう差がというか昔からその狩りをしてその時に取った鹿の角とかを並べてるような感覚、首とかね、そう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 、ああいう感覚のその自分のなんていう勲章じゃないけど、そう、そういうのでそう集める習性はあるんだって、もう脳科学でそれは証明されてるらしい。でそうそうそう、で女の人は女の人でなんていうかな、こう決まりきったパターンじゃ嫌なわけよ。男の人っていつも同じ T シャツジーパンでもそんなに気にならない方多いじゃない、うん、でも女の人はいつも同じ T シャツジーパンじゃ嫌なのよ、うん、T シャツジーパンも欲しいけどこっちの服も欲しいしこっちも欲しいしっていうのでもうパターンがいくつも欲しいわけ。なんで？だからそれは女の差がじゃでもなんていう、まあ女性ってみんな多分そのおしゃれに興味がない人って少ないので、うんうん、基本的におしゃれには敏感だし、こう買い物に行ったらやっぱり新しいものが欲しくなるし、うん、だからやっぱり女性の方がしかも買う機会も多分多いよね、うんうん、男性はこう買い物に行く機会って行こうと思わなきゃいかないけれども、うん、女性って買い物する気がなくても行けちゃうのよね、うん、そうだからもう見る機会が多いイコール買う機会が多い、うん、っていうのはあるのかなと。そう、そんなことを言いながら意外と参りはね、なんか行っても大したもの買ってこないっていう意外ともうなんか入れるところでシャットアウトしてできるだけ物増やさないようにしてるので。行ったら買う？買わない。行っても買わないで帰ってくることもよくある。そうだから今日は久しぶりに静岡であれを買いに行くからついでにちょっとなんかね服の1着2着買ってこようかなって思っても結局買わずに帰ってきて、お箸とかね全然関係ないあこれ欲しかったっていうのをほんと数百円とかのやつを買ってきて満足してるからまあそれはそれでいいのかなと思いながら。そうでもやっぱりね女の人はね全体的に多くなりやすいし、でなんていうかな、多くなりやすいし流行り廃りもやっぱ女の人の方が多いよね、服装はね、服は。で男の人はなんかこうスタンダードなものが一番素敵じゃない。なんかこう凝ってるものとかこう何個性的なものもあるんだけど結局はスタンダードなものがメインでちょっと時々個性を入れるかどうかぐらいなバージョンが多いから、そうそうそう、なので男の人は長く使えるね、一個のものが。うん、そうだけど女の人は使えないのよ。あ青木さんつまんなそうだよごめんね、かまってあげてなかったいや青木さんなんかコレクションあるの？ない全然ない人参ぐらい？人参はたまに飲むぐらいだから嘘本当だよ。人参すごい飲むんでしょ？1週間に1回ね、うん、人参ジュース。そうそうそう、それ聞いたからさ、もう家に代々人参飾ってあるのかなと思って。なんかちょっと取っといた方がいいみたいなこと言ってたじゃん。すぐじゃなくてさ、ちょっと置いてからの方がさ。熟成させろってこと？って言ってたよね、この前ワクワク。言ったか？ワクワクじゃなくて、ワクワクじゃない、農園クラブ。農園クラブ？あんだっけ？農園。名前わかんなくなっちゃった。
あれはあれもワクワクじゃなかったっけ、違ったっけ、ワクワク再現クラブ、ワクワク再現クラブ、ワクワクだよね、合ってる、出てませんけど、出てないね、もうそう、人参の人がさ、人参の人がさ、人参の人がね、人参の代々集めてるのかなと思って、それはない、ね、そうか、じゃあ服って最近買った覚えある？あ、これ買ったよ、これ買ったよ、ワークマンで1000円しなかった男の人ってそうなのよワークマンとかで十分なの、はい、そう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 、靴も今ワークマン、あった、うん、意外とワークマンって早くから入ってるよね、最近ちょっとね、うん、気になってワークマン行ったんだよ、うんうんうん、そしたら滑らない靴あるって聞いたけどどれって言ったら、あ、これです、これですって出してきて、これちょっと前まで3ヶ月待ちだったんですよ、女性に人気でねとか、女性に人気どういうこと？だから子供抱っこしてる時に雨が降ってると滑りたくないじゃんね、うんうん、だからこの靴がいいんだって買ってったんだって、3ヶ月待ちだって、え、それ何、スニーカー？今履いてますけど、見ます見ます。これそんな高くないし。なんで普通にいいね。普通にいいね。普通のスリッポンだね。厨房用。ああ。だから油でこう滑りそうなところも滑りにくい。全然いい。全然いい。あ、コメント入ってますか。コメント入ってる。あら、はじめまして、こんにちは。こんにちは。天野さん、天野さん、どうしたどうしたどうした。天野さん、天野さん。ちょっと周りにコメントしてやって、全然コメント意識してないからさ、ほんと、ね、今日失礼いたしました。来ないのかなと思った。本当だね。ギリギリの登場で、ね、そう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 。眉とかね。ね、みんな今日ギリギリだね。じゃあ暑いからみんなさ、ほら溶けちゃう、繊細だから。溶けそうだよね、眉毛って。そうでしょ？溶けちゃうのよ、もう。昨日私川にいて十分もう、何？ん？パワーを使っちゃったからさ、川で泳いではない、泳げない、泳げないそう、泳げない、私実はね、その体育会系って言われるんだけどね、全然で、スポーツ一切できない、一切できない、プール行きな、そう、意外と行けそうって言われるんだけど、プール行ってきな、あの文化部だもん、そう、文化部プールはあの子供のプールついでに行くけど、うん、もう顔つけれないって、だってこの前言わなかったっけ、顔つけれないって、顔つけれないからさ、ヒリヒリしちゃうんだね、あ、そう、肌が弱いのもある、うん、そうそうそう、だからね、あのあんまり綺麗なゲストさんとか来るとね、困るんだよね、電話だよ、はい、もしもしなんか電話の番組どんなお悩みですかってお悩み相談になっちゃいますよね、ほんとほんと、ね、結構ね、あのね、片付けのお悩みで言うと、やっぱり捨てれないが多いし、自分で分別できない、で一番多いのはやる気になれない、種類としては服、本とか、あの家財道具とか、種類としては男性女性では何が多い、種類としてはっていうか、その人のお悩みの場所をやるので、あ、そうそう、場所によっても違うんですけど、うん、やっぱりね、服はどこのうちでも多いって言われる、うん、うん、そうそうそう、で、あとはね、食品関係も意外と多いって言われる、うん、すごく働いてるお母さんか、逆に専業主婦で、あのパートもしていません、お家にいますっていう方が結構、うん、食品関係は多いかな、うん、そう、レトルトがすごい多かったりとかね、そう、でも意外とそのレトルトとかカップ麺とかって期限が短いものもあるんで、あっという間に切れちゃうんですよ、そう、だから、そうそう、それをまめに見てるかっていうか、そもそもカップ麺が半年ぐらいしか持たないっていうのを知ってるかどうかっていうのもあるしね、そう、半年の間に何個食べるのかっていうのもあるしね、そうそうそう、食べる人、食べる人、うん、カップ麺とか食べる、非常食、カップ麺はめったに食べない、一応非常食として3食、うん、3食って決めてる、うちは、うちは3人家族 でちなみにそのカップ麺ってお湯使うから、うん、そう、あんまり災害の時には向かないのよ、そう、水の量がそれなりに必要だし、うんうん、それを沸かすのも必要じゃない、うん、電気ないからコンロで沸かさなきゃじゃん、でコンロで沸かすって言ってもそんなボンベをさ10本20本さ蓄えていくわけにもいかないから、それ考えるとよっぽど、そうそうそう、パッククッキングとかね今
知ってます？お鍋でお湯を沸かして、その中にビニール袋、耐熱のビニール袋で調理をする。おー、そうっていうのがあって、ええ、そうそうそう、パッククッキングはそれこそ具材調味料を入れて、うん、それでグツグツしてできるんだけど、結局そのお鍋の中に入れば何種類か一緒に作れたりとか、うん、そのお湯も使い回しできたりとか、うん、で経済的、そうなんで、まあそういう方がどっちかって災害には向くので、うん、カップ麺はそんなに取ってはない、うん、けれども、あと冷凍庫とかね、うん、冷凍庫冷蔵庫にあるものも実際にあるものは、うん、その災害の時には食べれるものになるんで、はいはいはい、そうそうそう、中にはね枝豆みたいに本当に自然解凍ですぐ食べれるものもあれば、うん、ちょっと火を通したりとかね、熱加えないといけないものもそうあったりして、そう、ものによってその使い勝手がいい悪いとか、最初に冷蔵庫の腐りやすいものとか、うん、もう食パンとか生もの系から食べ始め、だんだんちょっと期限の遠いものへ動いていく感じ、うん、そう、冷凍庫もねすぐその日に冷凍庫が切れたからって解凍されちゃうわけじゃないので、うん、そうそう、多少ね持つので、そう、その入れてあるものの何ていう、氷っていうかね、はい、うん、そうそう、冷たいので多少は持つんでね、うん、そうそうそう、そういうのもあるんで、どっちかってうちは冷食の方が多いかな。冷食もそのなんていうかな、例えばひじき煮とか里芋煮とか、うん、インゲンのごまえとかきんぴらごぼうとか、うん、たくさん作って冷凍にしとく。でそれもそのお弁当のためでもある、うんうん、たまにあるお弁当のためにカップに入れて冷凍しとくと、そうそうそう、楽っていうのもあるし、そう、おかずの一品として出せる、うん、なんか足りない時に出せるっていうのもあるので、そうそうそう、そういうのもあって、それもね自然解凍で結局食べれるから、うん、そうそうそう、そういうのもあるよね、うんうん、そう、なんか話があっちこっち行っちゃったけどそう、でもそうそうそう、青木さんちでも物少なそうだもん、だって物あんまり多くないでしょ。俺のものをよく捨てろ捨てろって言われるんですけど、家族に。あ、言われるの、うん、青木さんが使ってるのに、うん、使ってるのにじゃあリビングそれはそれでかわいそう。邪魔なもの。あ、違う、毎日使ってるのに。リビングの見えるところに置いてほしくないっていう女性の心理はあるかも。うん、なんかもう女性のその片付けって今すごいもう進みすぎちゃって、理想が高くなりすぎちゃって、そう、何にも出てない状態がいいの、テーブルの上にもうティッシュすら置きたくないのっていう状態なんですよ。結構そういう人が多い。でも私はまあそこは目指してないんだけどね、うん、自分はねティッシュが欲しいときすぐに取れるところに欲しいからそうそうそう、そこまでする必要はないけども、そう、好みとしてそういう傾向にある、うん、ので、そうそう、そうすると今度しまい込んじゃうんだよね。そう、でしまい込んじゃうと今度どこにあるか分かんないんだよねそう、悪循環っていうね。そうだから、出すと入れるをこううまい加減でね、そう分けられればいいんだけど、そう、入れるな入れるでちゃんとラベルをつけるとかね、そうできればいいんだけどね、なかなかそこは難しいところ。片付けるとさ、うん、あれどこ行ったっけかなってさ、うん、もの捨て間の方がかかるような気がする。そうでしょ、そうでしょ、うん、だからそれは片付ける場所が悪いんだって。場所が悪いのと、あとその居場所が分かるようになってない、うん、共有するものだったらなおさら、ちゃんとラベルとかつけるなりメモを貼っとくなりなんかしないと、どこにあるのか分かんなくて、結局使った人がまたその同じとこに戻せるかっていうとそうでもなくて、結局引き出しのこの辺だったかなみたいなところに入れると、次に探す人が、うん、あれあったはずのとこにない、あ、こっちにあったみたいな、こっちだよ、自分の携帯がどっか行っちゃうの。それはね、あれさっきまで持ってたのにどこに。それはね、もう首からかけるしかないかも。そうそうそう。なんかね、でもね、よくなくしやすいものって意外とその車の鍵とかスマホとかリモコン類、エアコンのリモコンがないとかね。そう、最近車の鍵はね、自動的にロック、うん、ボタン押すだけでいいからさ、なくさないんだけど、うん、そうそうそう、家の鍵だよね。家の鍵ね、そう、うん、
でも一工夫でね、うん、なかなかいい結果が出た。何何何何何、聞きたい聞きたい聞きたい、家の鍵家の鍵。カバンって必ず持つもんで、カバンは必ず持つよ、うん、必ず折ってやる方があるんですよ、うん、ここに必ずこうついてる。おいいねお全部ね、おお、そうそうそう、こう出るの、おお、こっちとこっち色が違うじゃん。こっちはめったに使わない鍵で、こっちはよく使う。え、なそれ見せてくんないのこれ。あ、そうですね。なんなら青木さんのね、はい、車の鍵をなくさないっていう。車の鍵はあれだもん、自動だもん。この中に入ってればガチャっ て開く。そう、もうカバンにね、こういうカバンいいんだよね。こういうね、もともとこれ多分ついてるやつだね、うん、ついてるやつに自分でこういうの100均とかでね売ってるもんで、うん、買ってきて、青木さんは色で分けてるんだって。よく使ってるやつと使ってないやつ。そうなんで、こういう風にカバンの中で入れてあっても、うん、出すとき、出すときすぐ出るもんね、うん、そうそうそう、私のカバンでもね、こういうカバンある。これカバンの中でなくなっちゃうんだよ、うん、そうそう、なんか、わかるわかる、そこに落ちるのね。ここから出てくるみたいな、うん、そう、ないやつ、その紐がついてないカバン、今日のやつとかそうだけど、ないとそれこそそこを叩くもん、ね、ガチャガチャ言うところみたいな、うん、あ、こっちこっちみたいなそう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 、意外とでも、そういうストレスを一個減らすっていうのがすごい楽なんだよ、うん、そうそう、意外とその片付けって、そのなんか見た目をきれいにするとか、憧れのお家とか、あのときめきがとかって言うけど、でも最終的には自分が暮らしやすくなったかどうかっていうのが一番大事で、うん、そうそう、その片付けることによってストレスになっちゃうとね、元も子もないわけ。そうだから、それこそね、自分に合った工夫っていうのがやっぱり必要。うん、そうで、さっきの鍵のやつはね、それこそね、常につけとくわけにもいかない女性もいるもんでね、うん、取り外しできるタイプにしてあげないと、そうそうなのかなっていうのはあるよね、うん、女性はね、すぐカバン変えるからね、取り外すとなくすんだよ。そうでしょ、どこ行ったか分かんないでも私、全部鍵が一つについていて、それを帰ったら玄関の靴箱にあるトレーにポンって乗せるって決まってるので、そう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 、なければその日に使ったカバンに入ってるはずっていうか、自分のポケットに入ってるかみたいな。うん、でもね、スマホはちょいちょいね、行方不明になるかも、うん、だけど自分が置くとこって決まってるから、大概はまあ誰か持ち出した犯人がいるんだけどそう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 、危険生物とか調べてる子がいるもんで危険生物、そう、お様のこと、危険生物突然あの笑い袋みたいに笑う笑いによるしびれみたいな、そうそうそう、刺されるよ、怖い怖い怖い、そうそうそう、意外とでもね、危険生物はね、小学生に人気があるみたいだよ。うん、おさまそうなんだだって危険生物っていう図鑑があるぐらいだからね、動物とか鳥とか魚とかっていう中に危険生物っていうのがあるからね。危険生物そんなたくさんあるの？そう、意外とね、その何、スズメバチとか、そうそう、蜂も種類があって、そうそうそう、いろんな、うん、危険生物、魚系からそういう虫も多分乗ってると思う、うん、なんか毒がある系とか、そう、毒とか食中毒とか、しびれとか、湿疹、かゆみとか、そうだよね、蜂の巣なんかね、攻撃しちゃうと大群で襲ってくるもんね、うん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 、とんでもないよ、うん、襲われたことあるけど、ある？ある、119番しちゃったもん、めちゃくちゃ刺されたんだけど、どうしたらいいですかで、蜂も多分種類があって、頭刺してくるんですよ、蜂も種類があって、あの毒性の強いやつから弱いやつまでいろいろあって、で、ミツバチは刺すけど毒はないとかね、そうそうそう、アシナガバチだった、アシナガとかスズメバチ系はね、よくない、知らなかったさ、うん、ハッチャンカチャンやってたんだ、うん、結構ね、そう、あの植木とかに巣作るんだよ、怖かったよ、そう、植木とか、あとあの草むらとかも、そう、
高いところにあるイメージあるけど、全然 草むらとかにもある、うん、そうそうそう、気をつけた方がいい。そうで、ね、うちの母も実は最近刺された、そう、夏は気をつけないとまずいよ。そう、あのね、7、8、9だったかなぐらいがその一番その蜂が活発な時期らしくて、そう、だからその前後はまた違うんだろうけど、うん、今はね活発だから気をつけた方がいい、うん、そうそうそう、暑い時出ない、うん、そう、暑い時の片付けで気をつけたいことがある。そう、暑い時の片付けって何、やっぱりその片付けたいっていうレベルがみんな大きいので、たくさんを片付けたいと思っちゃうのね、うんうん、ここだけで、この机の上だけとにかくやろうってなかなか思えなくて、ただその方が進みはいいし、こう達成感もあるよっていう話はよくするんだけど、そう、どうしてもたくさんやろうとするとずっとやっちゃうのよ。そうすると水分補給とかそういうの忘れちゃうので、そういうのをしっかりやってほしいことと、あと節約したいとはいえ片付けするときって結構何、汗かく、うん、すごい熱くなるので、自分が動いてるし脳みそも使ってるからエネルギーも結構使ってるので、そうそう、無理しないで本当にエアコン涼しめぐらいでかけた方がいい、うん、で、そう、扇風機とかもうまく使いながら、そうやった方がいいことと、あとね、もう一つ、私も最近お客さんとかに行くときにも言うんだけど、水分ね、水分を取った方がいいんだけど、できればペットボトルとか水筒とかで近くに置いた方がいい、うんうん、それは熱中症云々もそうなんだけど、途中でじゃあそろそろ1時間だから水分取りに行こうかなって思うと、キッチンとか行くじゃない、今度そっちで始まっちゃうのよ。あそう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 、で結局最終的に元のところが終わらないっていうパターンが多いから、うん、そう、できるだけ手元に持って行ってまめに飲んだ方がいい、うん、本当にそう、ね、なかなかね、集中するとお客さんも飲まない、なかなか、うんうん、だから、まめに言う、私も、うん、お客さん、カルピスぐらい普通出してくれますよ、みたいな、いやいや、そういうことじゃない、いや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 、全然合わなくて、いや、マイリーの方はね、いつも水筒持ってるので大丈夫です、お気遣いなく、大丈夫です、そう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 。ね、なかなかその、まあ、ちゃんはいつも美味しいジュース飲みたいなみたいな、いや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 、いいとこのコーヒーがいいなみたいな、そうらしいですよ。いや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 、そんなこと言わない言わない、できればアイスコーヒー氷折り目、大きめ、そうそうそう、そこまで言わない言わない言わない、うん、大丈夫、ね、だけどちゃんとそのすぐ手元にあって飲みたいときにすぐ飲めるぐらいの場所でないと、そう、片付けの進みも悪くなっちゃうんでね、そう、もうその時にだってさ、暑くてさ、戻った時にさ、終わってない時間がもうないっていう時のがっかり感たらないよね、うんうん、そう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 、なんか片付けって本当にがっかりするのが本当良くない、うん、そう、本当良くない、本当に次のモチベーションにつながんないから、そう、だからね、そうそう、天野さん、ありがとうございます。天野さん、狭い範囲で片付けるのは良さそうですねってね、本当にそう、本当にそうなの、ね、いくら言ってもなかなか人間っていうか日本人がそうなのか人間全般がそうなのか分かんないですけど、どうしても大きい単位で考えちゃうのね、うん、だから私のそのセミナーでも最後に自分のやりたいお片付け考えましょうっていうコーナーがあるんだけど、実際に家に帰ってからね、うん、そうやりましょうっていうのがあるんだけど、どうしてもね、できるだけ5分10分で終わる、長くても2、30分で終わるぐらいのレベルの片付けでくくってねって言うんだけど、それでも台所とか書いてくるんですよ、みんな。台所何時間かかると思ってますって。台所の例えば冷蔵庫の中だけ、野菜室の中だけ、冷凍庫の中だけっていう風に区切んないと、キッチンの中ででもだよ、うん、そう、冷蔵庫っていう区切りも大きすぎる。そう、冷蔵庫のその何、冷蔵部分って結構広いじゃない、基本的に、はい、そう、だからなんなら冷蔵庫の中と、うん、何、扉収納、うん、引き出し収納は分けてもいいぐらい、そう、そのぐらい細かく分けてやった方がいい、そう、その方がここ OK、
ここも OK ってなるけど、冷蔵庫っていうくくりでやっちゃうと、うん、1個2個箇所が OK になったとしても最終的に冷蔵庫はいダメ、終わった、終わらなかったってなっちゃうんだよ。そうだから細かくほんと区切るの大事。いいとこに気づいたね、うん、天野さん、いいことに、いいことに気づいた。そうそう、意外とね、そうそうそう、すげえ上手なのかもしれない、ね、苦手なんだよね、うん、みんなね、細かく区切るの。だからなんていう、仕事でもそう、仕事でも、うん、大きいプロジェクトを1個って思うよりもプロジェクトの中のこれとこれとこれに分野が分かれていて、その中でさらに分かれていてっていうので一個一個クリアしていった方がよっぽど達成感もあるし、最終的にゴールにたどり着くのも早くなるし、モチベーションも続く、うん、ので、そうそうそうね、なかなかね、その結局細分化することで自分には無理なところとかがあらかじめ分かってれば、逆にね、アウトソーシングするなり誰かに手伝ってに来てもらうなり、そうできるから、そう、そういうことでね、仕事でも意外とそういうこと細かくするの大事なんですね。そうそうそう、なのでね、そう、みんなもその細分化について考えた方がいいね。細分化、そう、細分化ね、頑張りましょう。そうそう、細分化って難しい感じするけどね、そんなにね難しいことじゃないんだけどね。そうそうそう、プロは語る、語るね。はい、そんなこんなであっという間に55分ですよ。はい、毎日行った方がいいかもしれないな、ね。あ、でもどうなんだろうね、それを見ていいと思うかは思わないかはまた違うと思う。あっちこっちいろんなの書いてあるの、書いてあるところもあるし書いてないところもある。あ、結局よく探すものしか書いてないから。書くんでしょ、何書いてある、入ってるよ。ね、うちは共有するのが私と子供だから分類分けしてるんで、みんなほとんど同じようなもん。全然ダメじゃん。そう、ね、全部つけりゃいいってもんじゃないから、で全部つけるとガチャガチャするからかえって、うん、なのでめったに使わないけど上の方に入れたいものとか、そう、かえって、あと家族で共有してて、あれどれ、あれどこにある、これどこにあるって言われるようなものをつけた方がいいかな。うん、そうそうそう、はい、どんどん時間が伸びてしまうので、あ、片付けは超絶苦手ですって天野さんが、行きますよ。そこで毎日行かなきゃ。ね、行かなきゃ。はい、ありがとうございます。行ってください。それではね、あっという間に時間になってしまいましたので、今日のあなたのお片付けスイッチオン16回目はこれでおしまいです。ありがとうございます。お疲れ様でした、はい。ではね、次4時からはシャロー姉妹のチェンジマイライフ10回目、知らないのはもったいない離職票の話です。ね、よろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。見て。今度はするの忘れたのね。ね、さっき撮るの。